おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。最終章前編 B パートに入り、メイプルちゃんとね対決して ID カードをもらい、レベル2のギミックを解除したら監視カメラがブンって消えちゃったよーんってところで終わりました。やっていきましょう。これ変わったりしてんじゃない？管理システムとかどうなんだ？お、ん？変わってないわ。やっぱ変わってるとしたらこれなんかな、この棺管理システム？まずこっちも触ってみる？モニターには何も映ってない。ギミックセキュリティ全部解除されてる。うん、じゃあ多分これだろうな。モニターには棺管理システムと表示されている。おお、棺をすべて開くあるじゃん。どの操作をするの？これだね、棺を操作。棺をまとめて操作できるよ。どうするの？開けよう。開ければ、刑事さんは救える。でもさ、これ、あれよね、モニターが消えてるから、ちゃんと棺が開いたかどうかの確認がすぐにできないのが不安だね。でも、いいんでしょうか。下の階には、メイプルさんが暴れてます。シャッターを閉めるか？墓地だけは安全になるぜ。いやいやいや、なぁ、まあ、暴れてるっちゃ暴れてるんだろうけど、シャッター操作してたらだって、私たちが入れなくなるっちゃん。え？刑事さんと合流できなくない？どうする？その、騒ぎが収まってからシャッター開けた時に刑事さん死んでたらどうする？やだよ。え？待って、棺ただそう、え？あ、ダメ？ダメか。シャッター閉めなきゃダメ？わかった。閉じるよ、シャッター。こうすれば、メイプルが墓地に入ってくることはない。まあそうなんだろうけども。そんななんか、あそこの場所を移動してまで暴れ回ってるってことでいいのかな？刑事さんの安全は、守られるな。え、もし今そのさ、棺管理システムっていうかその墓地のとこにさ、緑がいたらどうすんの？大丈夫？シャッターを閉じたよ。どの操作をするの？棺だよね。棺をまとめて操作できるよ。どうするの？開けます。迷う必要はない。このために危険を冒し、みんな傷ついた。これでダメなら、誰も救われない。刑事さん。すべての棺を開けたよ。これで、棺は開いたんだよな。そのはず、だけど。そう、モニターがね、映ってないからさ、無事かどうかわからんのよ、刑事さんが。映像が見えねえから、なんとも言えねえな。おっと？あら！これは、舞ちゃんが、最初の試練で犠牲になるシーンだね。犠牲者のビデオで見たね。うわ！ビデオじゃない、ディスクだわ。なんだ？今までみんなが犠牲になった時の映像じゃん。ちょい、やめてやー。はぁ、やっぱこれひなこちゃんだったんだ。これって、犠牲者のビデオ。私たちが死んだ時の映像。いやー、こんなのもう見たくない。映像が止められない。ほら、目を覚まして。これは全て君たちの身に起きたこと。影山蘭丸くん、君は生き返ったんだよ。生き返った。そうさ、記憶はあるだろ。なんかぼんやりと。君は設定された寿命まで生き続ける。じゃあまた死んじまうってことか。もしも屍に戻りたくないのなら、ゲームが終わるまでに
ペアの相手と入れ替わるんだ。は？入れ替わる？入れ替わる？サラちゃんと入れ替わるってこと？どういう入れ替わり？中身？このランマルくんの両手、そのランクアップパーツを手に入れたら、サラちゃんのなんか首根っこを掴むことで人格を入れ替えることができるみたいな。まあさすがに、え？入れ替わるってどういう意味なんだ？入れ替わる。彼女を代わりに死体にするといい。ペアを殺すんだ。ペアを殺す。頑張ろうね。今のは一体？一番最初、私たちが緑に生み出された瞬間だよ。あんな風に自分の最後を見せられて、それで恐怖を植え付けられたってことか。ひどい。ひどい。改めて思う。最低なやり方だ。こんなものを見せられて反抗する気なんて誰が起こせる。映像の中で死んでいるのは自分なんだ。くだらねえ。いやー、泣いてるな。なもん、分かった上で協力するっつったんじゃねえのか。それは。ふざけやがって。てめえの覚悟はそんなもんか。車だ。まあもうどうでもいいか。どうせ俺は死ぬ。車田さん、とっとと ID カードあのクソ女に返してこいよ。そうすりゃ暴走は。やっぱり限界なんだ。でもそれでも車田さんはまだ生きている。どうすれば。車田を置いていく。車田を直す。みんなは残ってくれ。いやー、九太郎さんも刑事さんも舞ちゃんも心配なんだよ。だからなー、ちょっと直すって言いたいけど、みんなは残ってくれで、みんなに直してもらうがいいのかなー。みんなは残ってくれ。みんなは残ってくれ。私一人で ID カードを渡してくる。ざけんな！邪魔だって言ってんだよ！終わり、なんだよ。さっさと行け！まだ、動けてることが、不思議なぐらいなんだ。カンナは残ります！皆さんは、メイプルさんの方をお願いします！ガキが、人の話を！サラさん！わかった。任せたぞ、カンナ。私たちは、やれることをやるしかない。ごめんなさい、車田さん。このガキ、さっさと連れてけって。カンナは絶対に、車田さんを治す方法を見つけます。だから、刑事さんたちをお願いします。うん、頼んだよ、カンナちゃん。寿命センサー、なんでこれオフにできないんだろう。これさ、あのペアリング機能だね。ペアリングってなったらなんかペアのリングだよね。ペアリング機能だったね。あれ？あ、そっか、犠牲者のビデオが延々と流され続けている。あー、なるほど。これで誰のビデオでもいつでも見れるよってことね。じゃあ行きましょうか。4階。あれ、4階行けないのか。
なるほど。エレベーターから行くしかない。こっからか。あれ、ボタンが反応しない。うわ、壊されたか、エレベーター。はぁ？なんで動いてねえんだ？メイプルが壊しちゃったの。どうしたらいいにゃん。このままじゃ筋肉ゴリラもおまわりさんも。戻るしかねえよ。制御室の機械でエレベーターを動かせるか試すんだ。急がなきゃいけないのに。ランマルどうした？ランマル、早く行くぞ。早く行くぞランマル。そうだな。行こうぜ。どうした？さっきの映像を見て、なんか思い出しちゃったのか？あれ？いない！なんで？え？カンナたちは？どこ行きやがった？あの、みんな、え？大変だよ。車田くんが部屋を飛び出して行っちゃったんだ。マジ？カンナちゃんも、それを追って、なんだって？どうするにゃ、探しに行くわ。待って、その前に、話したいことがある。シンくん、なんだい？いいかい、よく聞いて。車田くんを生かす方法があるんだ。マジ？え？どういうこと？教えて！充電だよ。充電。ちょっとそっちの画面を見て。あー、結構もう消費されてるってことか。ほら、これが車田直道くんの情報だけど、頭部は深刻なダメージがない。胴体には大きなダメージがあるものの、バッテリーはまだ動いてるでしょ。じゃあ、まだ助かるの？車田は。うん。充電さえできれば延命できる。まあ、損傷が激しいから、どれくらい持つかわからないけど。充電器が、この階のどこかにあるんだ。いっぱい探索したけど、そんなの、どこにもなかったにゃ。あれ、おかしいな。まだ探索してないところはないの？まだ探索してないところか。あー、ロッカールームの中、交番の中。交番の中真っ暗で見えないみたいな。交番の中か？交番の中はどうだろうか。探したけど、何にもなかったって。あー、じゃあロッカーの中か？開いてないもんね、一個も。まだ探索してないところか。ロッカールームの中かな。ロッカールームの中はどうだろうか。狭いしすぐに調べ終わったけど。いや、部屋のことじゃない。ロッカーの中身だ。そんなの解除できなきゃ調べられないわ。今ギミックセキュリティ全部解除してるからいけるんじゃない？いや、それならできるかも。ID カードを使うんだ。うん。番号を忘れた時とか、その ID カードで解錠するはずだからね。けど待ってくれよ。メイプルはどうする？エレベーターが動かないからって、ほったらかしにするつもりか？エレベーターは？おかしいね。だったら、マイさんのデータを、さっきの画面に表示できますか？そっか、待ってね。あ、よかった、まだ生きてるじゃん。これがマイさんの現在のデータだよ。よし。少なくとも今マイさんは無事ってことですね。うん。壊れてたらドクロマークが表示されるもんね。それは知らないけど。じゃあ、筋肉ゴリラも。マイさんと一緒にどこかへ隠れてるかも。なら、先に充電器を探すしかねえな。そして車田も見つけて、命を繋ぐんだ。はい。僕はエレベーターの操作ができないか、コンピューター内部にアクセスしてみるよ。いや、シンくん、ありがとう。なんかこうなった
時に味方になってくれるのめっちゃ嬉しい。そんなことできるにゃん。もちろん、これは秘密だよ。君たちを見てると協力したくなっちゃうから困る。ひよりそうという化けの皮をかぶってないしんくんってめっちゃ可愛いじゃん。マジかよ。行こう、みんな。もう、誰も犠牲にしない。よし、行こう。セーブします。さあ、行こうか。ロッカーね。ここのロッカーが ID カードで開くにゃ。探してみようぜ、充電器。さあ、全部開けてくか。左上から。あ、無理だ。ここからか。ないね。あったぜ。何これ。なんだこれは。灯籠。灯籠を手に入れた。なんだ。小型の電灯をオンにすれば何かが変わるだろうか。えい。わかったよ。心の準備するよ。全部開けてくか、とりあえず。灯籠以外ないのか、もしかして。ああ、じゃあ、三つ目で見つけたんだ。早かったね。さあ、灯籠にスイッチ入れます。なんだか嫌な予感がする。本当にオンにしてもいいのかな？このスイッチを。サラ姉ちゃん、何か音がしないわ。音？なんだ。うわ、ドアが閉まっちゃったわ。ちょっと、また罠？多すぎるってば。まずい。このままじゃ、あの時みたいに。やっぱり嫌だ。もうあんなの。なんだ、何が始まるんだ。今度は一体どんな仕掛けが。あー、いっぱいガタンガタンゴトンゴトンしてますな。いや、部屋全体が襲ってきたわ。落ち着くんだ、銀。私がいる、信じろ。サラ姉ちゃん。さあ、赤く灯ってるところが 1,2,3,4,5 10個ある。で、灯ってないところが44で8個ある。赤いランプが灯り全く開かない。全く開かない。うん、調べるけど、灯籠は何かあんのか。スイッチ入れるよ。入れたよ。なんだい。なんだ、光に照らされて何かが浮かび上がってきた。あれだな、マップだな。さっぱり意味はわからないが、謎を解くヒントってことなのか。あー、なるほどね。これが4階のマップで、これが5階のマップだよね。位置関係も一緒なんじゃないの。あ、スイッチが切れた。あ、ばばばばばばロッカーの中から物が落ちてきた。なんかいろいろ降ってきたやん。どうすりゃいいんだこんなの。あー、なるほどね。ボクシンググローブはここだ。でしょ。ロッカーに緑のランプが灯った。で、マイクが、ここだ。中には何も入ってない。放送マイク。うん、合ってるね。で、ガタガタして、もう一回落ちてくる。で、これは何？本。期限を守って返却してください。これは、ここの図書館の、ところね。オッケーオッケー。で、これなんだっけ？これは、お茶だから、これだ。おしゃれなカップ。お茶だから、っていうか、ね。あれでしょ？あのふわふわ部屋、メイプルちゃんがいるとこね。オッケーオッケー、合ってる。なんだあ、これだな。パレットをここ右下、美術室のドア。美術室のドア違う、美術室のとこで、ここなんだっけ。右下、教室だからカバンだね。こうです。オッケーオッケー、いいね。
ロッカーの中から物が落ちてきた。ドクロ。ここじゃない？墓地だから。合ってるね。で、これか？ダイヤル式の錠前。だよね、多分。鍵かかってて入れないところだから。合ってるね？オッケー、いいね。さあ、なんだ、次は。左上って、交番だからパトランプ。これだ。はい、パトランプを入れる。で、右上って、なんだっけ？右上は、5階の右上。あれだ、パソコン。これだ。ノートパソコン。えい。OK。ああ、クリアか。完璧ですね。首輪を引っ張る力が弱まり、ドアが開いた。あ、引っ張られてはいたんだ。怖いね。苦しかったじゃん。でも、やっぱりサラ姉ちゃんが助けてくれたわ。みんな無事か？まあ、なんとかね。そうだ、充電器は？どこにもないよ。おお、開くんかい。なんだ、ロッカーが。またそういうからくり屋敷な感じ。入りたくねえ。入るしかない！入るしかないだろ。だよね。誰か偵察をって言ったら、アンズちゃん行けよって言われたのかな。それも見たかったな。行くか。よし、入ってみよう。行ってみよう。ん？ウォーターサーバー？ドリンクバー？違うか。え、ドリンクバーにしか見えない。なんだろう。ここは、怪しいところだな。ドリンクバーはちょっとじゃあ最後にして、ロッカー？扉は簡単に開きそうだ。まだ、これはまた別の場所か。で、ここは？机の上に棚がある。開けよう。中には紙の書類が入っている。これは何かの説明書か？充電器の説明書。あ、これ充電器か。いや、充電器について書いてあるにゃ。ってことは、この部屋に充電器が。あれ、その奥のメモみたいなの、なんだにゃ。何かのメモを手に入れた。ゲーム開始、青1、赤6、黄0と書かれている。なんだろう。充電器とは関係なさそうだな。そうだよ。そういえばさ、その過去の記録みたいなので、棺のさ、使用履歴に、その、6は人形だけど、1は人間って書いてあったじゃん。だからあの中に一人人間が混じってるっていうことは、あれなんかな、日和そうって人形だと思ってたけど、あれ普通に人間で血通ってんのかな。え、でも死んでるよね、一回。でも生き返ったって。ってこと？その、それこそ2章のさ、の後編でさ、あったよね？なんか、生き返ったかもしれないみたいな。一回抹消されたデータが、なんか復活してたんですよ、みたいな。だから、生き返ったということになるのでは？みたいなことを言ってたから、日和そう自体は人間としてちゃんと生きてるってことなのか？と思いつつ、他調べますか。はい。金庫が床に置いてある。あれ、これにもカードを当てるような場所がある。ID カード当てる。開いた。中には一枚の写真が入っている。え？なんだそれ？写真か？これ。何？おっと？レコさんかわいいし、くん。え、何？何？デートですか？いいな。は？写真に写る女性。これはどう見ても。私じゃねえか。なんだこれ。いつの写真なんだ。この写真、覚えがないんですか？なぜこんなところに。覚えがないん
ですって聞きたいけどね。なぜこんなところにも。それはそうなんだけど、なんでこんなとこに、なぜこんなところに。わかんねえよ。だって取られた覚えもないんだ。いや、場所はわかるけど、バンドメンバーとよく行ってた地元のカフェだ。撮影者は一体。君が悪いぜ。明かりをつけてもっとよく見てみるにゃ。銀は灯籠のスイッチをオンにした。うわあ！え、どうした？え、なに？なに？え？冤罪って、どういうことだよ！あれは事故。ほんとさ。アリスは、やってねえのか？泣かないで、レコさん。僕の組織なら、君の力になれる。僕だけが味方だよ。レコさん、一体どうしたんですか？レコさん、会ったことあるじゃねえか。え、私は緑と直接会って会話をした。何年も前に。レコ姉ちゃん、なんで忘れてたんだこんなこと。銀、悪い。その灯籠消してくれ。その光を直視すると頭が痛いんだ。うん、大丈夫にゃ。ああ、ありがとう。これが失われた記憶？今は無理しちゃダメです。うん。少し休んでください。今は無理しちゃダメです。悪い、サラ。一体レコさんは、緑と何の話をしたんだろう。もしかしたら、私も同じように。だとしても、サラちゃんには記憶がなさすぎると思うんだよね。他、じゃない？サラちゃん以外の他のみんなが、そういう記憶が本当あるんじゃないの？って思うけどね。じゃあ、あとはこのでかい充電器的なものを調べるしかないですかね。大きな機械が部屋に備え付けられている。これ、充電器じゃねえのか。え？ドリンクサーバーじゃない？やっぱそうだよね、ドリンクバーに見えるよね。めっちゃ喉乾いた、飲みたい。もっとないのか。まあ、サラ、説明書を見せてくれよ。ああ、いいぞ。ああ、やっぱりそこにある装置、大型充電器みたいだぜ。本当に？ああ、しかも、この説明書さえあれば動かせそうだぜ。やった！あとはあいつを連れてくるだけじゃん！探しに行くにゃ！行くしかないけど、この奥見なくていいの？ダメか。どこにいるんですか？車田坊や？車田坊や？坊や？坊や？あー、早坂ごめん。坊やいないんだけど、どこにも。あれ？どきやがれ！メイプルを、あのクソ女をぶっ殺してやる！やめてください！カンナ、車田さん！てめえら、舞たちを救いに行ったんじゃねえのか？エレベーターは動かない。エレベーターは動きませんよ。つくんじゃねえ。俺はな、負けっぱなしが許せねえんだよ。勝てるわけねえじゃん。お前を救う方法見つけたんだぞ。なもんいらねえよ。車田さん、信じてください。落ち着いて話だけでも私を倒してから行ってか、私を倒してから行け。では、私を倒してから行ってください。
てめえ、泣いたって済まさねえぜ。やめろよ、車だもサラも、どうかしてるぜ。いちいち邪魔すんじゃねえ。こっちの自由だろうがよ。いい加減にしてください。今の車田さんはまるで死のうとしてるみたいです。あの時のソウさんみたいに。ソウさんはカンナを守るためでした。車田さんはダミーズのみんなを守ろうとしてる。妨害者は本来一人破壊すれば役目を終えます。なのにメイプルさんの暴走は止まりませんでした。だからその理由を車田さんは自分がまだ生きているからだと思ってるんです。だから死ぬ気なんです。そんな。黙れ、勝手な想像で。でももう嫌なんです、そんなの。死ねばよかったなんて思わないで、生きようとしてください、車田さん。私たちは充電器を見つけたんです。あなたは助かるんですよ。生きるだと？くそ、ぶっ壊れてんだぞ。充電したっていつまで持つか。もうまともに歩くことすらできねえのに。カンナが足になります。カンナは車田に肩を寄せ体を支えた。全部は背負えないけど半分くらいなら支えになれます。行きましょう、車田さん。充電器のある部屋まで連れて行こう。絶対に死なせない。そうだね、死なせるわけにはいかないんだよ。もう誰も犠牲にしないって決めたんだからね。充電だ。説明書によると、これで一人分フルに充電できるようだ。車田さん。これどっちが先だ？フルで充電できるんでしょ？胴体充電しても充電しきれない。もしくは、胴体が、頭を充電してる間にめちゃめちゃ充電の消費量が激しいとか。いや、これどっちとも取れるなぁ。どうしよう。これ重要な選択肢じゃないよね。重要だったら困るんだけど。悩むけど、あれ、どっちかが充電ダメになったら終わりなんだっけ？どうだったっけ？いやー、まず胴体か？胴体を充電しましょう。よし、説明書の通りに接続するぜ。いや、いい。車田さん、まだあなたは。いいか、考えろよ。このバッテリーがあれば、他の奴の寿命だって、伸ばせるんだぜ。え？いらないよ、そんなの。ああ。死んじゃうじゃん、あんた。仲間じゃないの？私たち。アンズちゃん全部盗聴。うん、ダミーズは車田にバッテリーを取り付けた。どいつもこいつも、深く考えやしね。それ、こんな傷作った奴が言うセリフ。おい、サラ、聞け。フロアマスターは、ドッペルゲンガーに会うと、死ぬ。
え？つまり人形の緑もいるってこと？え？じゃあ、ポエミーもあの壊れた人形に会ったら死ぬってこと？一人につき、一つだけ聞かされる真実の情報。俺の分はそれだ。意味はわかんねえよな。そんなもん聞かされても関係ねえし。なんで急にそんなことを。別に気分だ。ただまあ、これで俺を生かす価値はなくなったからな。だから他のものを守ってほしいと。え、何そんな感じ。うぜえ。車田さんはもう大丈夫。あとはメイプルだけ。下の階に行く方法を探さないと。となったら、多分ここのドア開けると思うんだけどな。それ以外だってここから下に行ける方法ってないと思うんだよ。なので、じゃあ次回はここのドア触るとこから始めていこうかなと思います。その穴いつか緑のこととっ捕まえて直してもらおうな。ってことで、また次回。おつぴよでーす。